世界が巨大な塊になっていく中であってその部分部分がいかに自由であり得るかという問題でなんですけどね、えー、私としてはね、えー、映画はそのための最も重要な道具であると思ってるわけですよ。 そしてお互い同士理解し合える小さな国々がお互い同士友情を持ち合えるそれによって大国の横暴に対決するところまでいかなきゃいけないと思ってるんですけどねそのためにあの誰も見ないような映画を見て回ることになんていうか。 情熱を傾けけてるんですけど、ね、まあ学校の問題とあんまり変わりがないような気がするんですけどねなんかこう小さな集団同士の間での友情を理解を深めていくこれはやっぱりね映画ができる一番大きいことであるという気がするんですよ。非常にあの小さな国々、えー を結びつけるねしかし大きい国に大きい国が世界の在り方を決めるというこの巨大な流れに対抗できるようなもんかどうかこれには全く自信がないんだけれどもだけど極力小さい国々同士のがお互いにこの友情を まあ理解し合っていうから友情を持つそういう流れで大国をこの制止しなければいけないそしてその意味からするとあのハリウッド映画の世界制覇の時代はもう終わりでえいろんな小さい国々の映画あるいはその そそれこそ個人で作ってるドキュメンタリーみたいなものがそれがこう世界の共通の了解事項になっていくみたいなね世界中で実はある平凡な 人物の一人の心のちょいとした悩みみたいなものを理解することで共感の輪が広がるようなそういう映画がこれ今だってかなりある今だってかなりあるものをこの結びつけていく仕事を我々はやってるんじゃなかろうかと思いますけどね、うん。うん